今回はマイナーコード単調の251の復習をします。マイナーコードの251の表はこのようになっています。まず臨時記号のないラから始まる二単調から練習をします。次にフラットが一つの Dm2 単調のケースです。指の動きは全て同じです。ベースが7度の時、下の2音が半音ずつ開き、小指は同じく半音ずつ下がっていきます。この基礎練習をマスターしないとジャズは弾けないと言われてますので、頑張って練習しています。